配信しております。ノイキャンになってますかね、ちゃんと。よかった。わわわわ。今日は日曜日。今日日曜日だ。髪ボサボサだ。湿気すごいな。梅雨。春か。梅雨はまだでした。4月21か。早いねー。
ゴールデンウィーク来るんだね。そうだ。高崎親子の。イベントがある。28、29、5月1日。そう。もうね、なんかやる曲とかはね、決まって、あとは、おのおの、確認して、そう。練り歩きはしたかったんだけど、会場的にどうなのかなっていうところはありますね。そうね、会場ありますね。会場側もなんかあるし。眠眠だよ。
ちゃんと寝てるはずなのにね。睡眠とってるよ。これからお風呂です。今日はね、早く寝なきゃなんですよ。そうだね。明日、月曜日ですね。頑張ろうね。ツアーあるね。初日。楽しみ。スケジュール詰め詰めだけど。そうだね。よいしょ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 。わあ。
なんかパルコ、広島のパルコに STU 専用のイベントスペースができたみたいですね。すごい。あ、昨日からあるんか。ええー。私、今日知りました。イベントするのかな？ああ、イベントスペースだから。何するかは随時。何すんだろう。お話し会できるかな。どうなんだろう。期間限定って書いてあったかな。でも、なんか、STU 専用の、そういうスペースができたのは嬉しいですね。確かにグッズって欲しいね。いいと思う。随時発表ですね。あ、そうなんだ。私、夜お弁当食べたはずなんですけど。お腹空いたかもしれない。
ぶり始めたか。でもね、適度に食べるから大丈夫。今日は食べない。食べ物は、あるよ。おかしかった。おかしかっちゃった。また買っちゃった。でもね、ちょっと食事制限したくなってきた。意識高めになろうかなって。意識高いなのか。うどんっていいと思いますか？え？あ、そばか。あ、消化にいいんだ。なるほどね。なるほど、なるほど。OK。そばかうどん。あとは、魚よね、魚。ああ、野菜ね、あと。野菜、魚、そば、うどん、ささみ、でもさ、お肉も結構よくない？お肉いいよね。結局バランス。身に染みました。そういうことですね。
ちなみに今日の夜ご飯のお弁当、チキン南蛮だった。タルタル。でもちょっと、なんかちょっとお腹が荒れてる気がする。何番食べて。そんな。そんな。そんなか、開けとるのがあれなのか。え、タルタルも？私タルタルソースが大好きなんだけど。白身魚とか。タルタル必須。あ、エビフライも。ですよね。聞こえます。そろそろ終わろうと。ありがとうございました。タッチーさん、モービリーさん、コッカ・コーラさん、イクゴピョンピョンさん、ナンバのヒサトさん、マイセンタン、ナオさん、ミツルンさん、トットリ太郎さん、コッペさん、マッペイさん、フジポンさん、マサタロウさん、マサさん、タンタンさん、セイヤンさん、ロックオンさん、ヤマさん、台湾のコウさん、ヒラニーさん、ミッチーさん、タテ様、タカノリさん、マピさん、メガバイトちゃん、渡辺さん、モテキさん、ボテさん、ミノマルさん、ラティオさん、コロスケさん、大西くん、ナリさん、トキワさん。ありがとうございました。じゃねー。ありがとう、おやすみ。バイバーイ。
よいしょ。